暑くなってきましてね。というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。まあ5月になってくるとね、30度ぐらいとか結構ね出てきたら本当暑いよね。でも暑くなってくると美味しいのが炭酸水。ついつい飲みすぎちゃう、そしてついつい食べすぎちゃう。いや、この自粛期間中ね、皆さんもね、自分で料理とかやってると思うんですけども、意外とっていうか結構自分の料理も美味しいよね。で、ついつい食べすぎちゃうよね。そしてついつい作りすぎちゃう、それもあると思う。なんかもったいない精神でさ、食べすぎちゃうね、作りすぎたやつも食べすぎちゃうってこともあって、実はですね、人生最高体重を記録してしまいました。 90.7kg か8kg、 まずい、本当にまずいです、カズさんまずいです。ほんで本日はね、その自粛の太りの話じゃないです、自粛太りの話じゃないですよ、今後の動画についてという話でございます。まあ皆さんもね知ってると思うんですけど、ずーっと自宅の動画ですよね。もしくは敷地内の中庭での動画だったりとか、屋外の動画って出てないと思うんですよ、外に出た動画。まあもちろん今現在ね、自粛期間中なので、不要不急の外出は控えようとなってるから、もちろん外の動画ね撮るわけにいかないなと思って、ほんで今現在その外食なんかもさ、もう1ヶ月半以上行ってないし、なんか公共のね、なんだろうテーマパークとかやってないか、福井、ま、ないかテーマパークないと思うんだけど、そういうところに行っておりません。もうずっとね自宅で生活する、もしくはスーパーに行く程度の話でございまして、全然やってないですよね。ただカズさんの動画ですね、結構キャンプ動画とか屋外の動画あるんですけども、今後それをどうしていこうかという話です。ほんで今後ですね、カズチャンネルの方では屋外の動画ねを少しずつ出していこうかなと考えております。まずは緊急事態宣言が出される前に撮影した動画が何本かあるんですけども、それも実はねアップしてないんですよ。なんかねこのタイミングじゃないだろうなと思ってて、今現在、この緊急事態が敷かれてる間に出すのはちょっと違うかな、せめてゴールデンウィーク明けにそこを判断しようかなと思ってたんですけども、まあその判断した結果そろそろやっていこうかなと。あとね、実際にお外に出る動画もちょっと今後考えていこうかなと思ってます。まずはねカズさんの山キャンプ場覚えてるかなみんな。いろいろね、協力してくださった皆さんもいるんですけども、鳴らしたりとかね、ほんで雑草切ったりとかやってたんですけども、その雑草ですよ、4月5月こうあったかくなってくるとどうなるかっていうと、めちゃめちゃ伸びたくってるよね、めちゃめちゃ伸びてるんよ。だからそれをねいい加減カットしないといけないなと。ほんで前はねその不要不急の外出をねちょっとやめときましょうってなってるからさ、その雑草を切るのってどっちに分類されるのみたいな、なんか雑草を買ってるだけでもなんかすごい悪いことしている罪悪感、なんかみんなわかんない、その今現在だとちょっと外出るだけでなんか悪いことしてるみたい、あるよねなんか罪悪感がさ、たとえそれがねスーパーに行く段階であってもさ、なんかすごいちょっとドキドキするっていうかさ、お外スーパー行くときにさ、カズチャンネルはいる、もう外出てっぞみたいな、ツイートされたらどうしようみたいな、なんかあるよね。だからほんとそこら辺やめてたんですけども、まあそんな感じでね、ちょっと雑草を借りに行ったりとか、一人でできるやつ、言ってもだよ一人でできるやつだから、ウームキャンプ部ね、コミチンとかマグニーね、たとえこの少人数であってもみんなで会ってどうとかするってことは未だ考えておりません。今現在私が考えてるのはそのリスクがね少ない、まあ確かに山行ってもさ誰がいるって、他に人いないのよ、いるのは、動物ですね、イノシシとかタヌキとかね、シカさんとかその程度しかいないので、人と接触しない狭い部屋で他の人とね喋り合ったりとか、そういうのはねやめようと思っております。リスクの少ないことね、そのできることはやるし、できないそのリスクが高いなって思うことはやらない、そんな感じで今後考えていこうかなと思ってる次第でございます。ほんで今現在福井県ですね、実はその10日間出てないんですよ、感染者が、コロナの感染者が出てなくて、やっぱこれね、みんな一丸となって頑張った結果だと思うんです。ほんで、福井のようにしばらくコロナの感染者が出てない県ってのも実は何箇所もございまして、まあもちろんね
PCR 検査が進んでないから出てない人が分かんないだけっていうのを、そういう意見ももちろんあると思うんですけども、新規で出てないとこは出てないところで、ちょっとずつやんわりと一部分ずつ、解除していくっていう動きがあるみたいなんですよね。ほんでちょっとね、福井県のやつね、福井県の方ちょっと見てみると少しずつ変わってきました。こちら見ていくと、県民の皆様へということで、4月の14日から5月の20日まで、外出自粛の要請、まあ、これはもちろん出ておりますね、今現在も。ただし、この20日で終わるのかっていうとそうではない。21日以降はその状態を見ながらまた考えていきますよっていうことでございます。でこの中でちょっとねあるのが、不要不急の外出はもちろんねまだ自粛してくださいよってあるんですけども、この下の方を見るとね、家族での外食やバーベキュー、ハイキング、ピクニックですね。そこら辺はね、ちょっと OK 出していきますよ、みたいなことが書かれてます。ただし、これ見るとわかるんですけども、県内での屋外活動、県内。だから、県外に出て、やろうぜ、みたいな、そういったことはね、OK してない。というのも、やっぱりね、今現在、その県外に出て、その、感染拡大させてしまうみたいな、やっぱそれはねよろしくないよね。先日もねやっぱいろいろ山梨とかね、ものすごいことになりました。 SNS 上でも大変なことになってるし、あれは正直どうかなって思う。確かにね、その行動は悪いよ。その行動はめちゃめちゃ悪いと思うけども、ほんと自作に追い込まれると、もうあっこまでやるとね、やっぱね自分の中の正義をね持ってる人そりゃいっぱいあるし、私もありますよ、自分の中の正義ね。これはこうだと思う、だからこれだけはちょっと曲げれない、もちろんそれはあると思うんだけども、自分の正義で人を傷つけまくるっていうのはどうかなと。もうその多分その女性もね、もうへこむところじゃないよ、もうほんでもう鬱一歩手前か、鬱になってしまってるかもしんないね。もう反省しても反省しきれないぐらい反省してたもんね。だからちょっとここで一言皆さんに言っておきたいけども、自分の中の正義、それはもちろん持ってていいんだけども、それで相手の住所とかね、誹謗中傷、自分の意見を言うのはもちろんいいと思うんだけども、誹謗中傷はちょっと違うと思うから、そこら辺はねほんとやめてくださいというところでございます。まあでもちょっと話それましたけども、家族での外食やバーベキュー、ハイキング、ピクニック、県内で一応そこら辺は解除するという動きが出てきました。だからうちの方で、でも外を出ることないな中庭で全部住んじゃうから、家族でのことは今のところ特に考えてないんだけども、ほんで家族での外食だね、これ結構大きいと思うんだけど、でもまだ考えてないな、これもさすがに。まあなんだろう、カフェとかさ、飲食店、そこ普通に行って、まあ、外食するのも一応 OK だよと。なぜこういうのが出たのかというと、そのリスクがね、かなり低いんじゃないのか、今のところ統計を見る感じね。いつも一緒に生活してる人たちと、外食をするってのはリスクが少ない。まあもちろんね、その店舗によっては人と人の距離が近かったりとかっていうのももちろんあると思うんだけども、今ねそこら辺すごい店舗を気を使っていて、一人一人ね席を離して、ほんで感染リスクを少ないように頑張って勤めているっていうところも多いし、その換気すごいできるようにそこら辺も頑張ってるかと思います。まあただね、これでリスクがゼロになるかっていうとそうではないんですけども、多分一件でもそれでね何かあったら、もうここもやっぱり、ね、禁止っていうことになるかと思います。今ね様子を見ながらそこら辺考えてる段階だと思いますね。ほんでまあ今言ったみたいにね、多分カフェとか居酒屋とかそこら辺は OK 出てるんだけども、もちろんね、基本的に休止を要請する施設ということで、キャバレーとかナイトクラブですね。まあ福井県もね、そのあれなんて言うんだろうね、ナイトクラブはお姉さんの、キャバレーとナイトクラブの違いが分かんないんだけど、お姉さんがいるお店でいいかな、お姉さんが横についてくれるお店ね、それで間違いないかな。福井県はね、そこの1店舗、たった1店舗のお店で、4、50人、その来た人ももちろんだけども、その家族ね、家族にも感染が回ってしまって、たった1店舗経由で 4,50 人出てしまったっていう事例があります。だからね、ほんとナイトクラブは感染が回りやすいんだなっていうのは福井県の人すごいよく知ってると思う。だからナイトクラブはわかるんだけども、覗き劇場って何ってこんな感じある覗き劇場って何なんだろうね。覗き、お風呂場覗くは、それ犯罪だよ、それは犯罪だよ、何なんだろうね。まあでもこんな感じで、休止を要請するところはしっかり出てるという状態ですね。そしてこの休止を、要請しない施設っていうのがあるんですけども、
こちらですね、飲食店で今まで、休止はしなくてもいいかもしれないけど、時間短縮だけお願いしますっていうのは出てたんですよ。でもこれも飲食店に対しては、協力要請を解除しますとなっております。ただね、こうはなっても、びっくりするぐらいお客さんはね、まだまだ戻ってこないと思いますね。やっぱね、どうしても外食行こうってならんもん。今家族で一応解除にはなってるんですけども、やっぱね、まだならないよね、そこらへん。だから今本当に問題になってるのが経済ですね。経済活動、もう正直なね、もうどうすればいいのかね、何が一番効果的なのかって挙げると、やっぱね、もうまず県外に出ない、もう何なら言うともう家から出ない、そこまでするとね、かなり抑えられると思うんですけども、そうなると本当経済がね、死んでしまう。そのもちろんね、病気になってさ、亡くなるとかね。実はもう私も福井県も狭いもので、実は知り合いでね、コロナにかかって亡くなった方もいるんですよね。いや本当いい人だったのにっていう、実はすげえ悲しい。ばあちゃんも亡くなったりね、ばあちゃんうちのばあちゃんコロナじゃないんだけど、本当いろいろあって、その実際に亡くなる方もいるんだなって強く思ったね、この1、2ヶ月だったんですけども、でも本当その病的に亡くなるもあるんだけども、経済的に死んでしまうっていうのが今後すごい問題になってくる。ほんで私の友人も多くね、その飲食店をやってたりするんですけども、経済的に本当に死ぬ、やばいっていう状況になってますので、経済対策ですね。まあ日本もね、もう何億円とか何十億何百億規模でやってると思うし、福井県もね、億単位でやってると思う。だからこのカズチャンネルもね、その億単位でできたらいいなと思うんですけど、無理です。本当に無理、そこら辺。やっぱね、今回のこのコロナの影響で、カズチャンネルもすげー下がったんだよね。でもね、できる部分はできるということで、カズチャンネル経済対策も少しずつ打ち出していこうかなと思ってます。ただね、予算がすごい少ない。少しずつね、やっぱこれ長期的スパンで考えないといけないから、少しずつやっていこうと思うんですけど、まずね、ちょっと思う当たるところの、4店舗ね、1店舗あたり10万円ずつ、カズチャンネル経済対策をちょっと今後打ち出していこうかと思っております。またそれ動画で発表いたしますので、皆様よろしくお願いします。まあこんな感じでね、少しずつ経済対策していかないと、自分の仲のいい人たちがね、店を畳んだりとか、そういうことがね、起きてくるんですよね。もうすごい借金を抱えてしまったりとか、だから自分のできることをやろうかなということで、また今後経済対策していこうかと思いますので、はい。自分のできるところをやっていこうかなと思います。マジね、飲食店はね、大変、本当に大変だ。ほんで他にもね、ちょっとその飲食店絡みで言うと、この中にあるこの赤文字のね、他人と共有する物品や手が頻繁に触れる箇所の提言ですね。まあこれなんか本当実に思うんだけど、キャッシュレスね、いやこれすごい大事だなと思うよね。やっぱ未だその、どうしても仕方ないと思うんで、手数料とかの問題で仕方ないと思うんだけども、キャッシュレスなってないと、お金ってあるよね。例えばさ、今現在、今お金あんま騒いだくない、お金ね、この宣言ってどうだと思う、みんな。最近その紙幣を触ることについて、どう思ってますか。やっぱね、この紙幣って今カズさん触ってるけども、この前にもう何百人、下手すると何千人もの方がね、これ触ってるんですよ。怖いよね。なんかヘクションって今、ごめん、ヘクションちょっと飛んじゃった、ごめん、ヘクションでしてさ、このお札についてる可能性があるし、このお札触った後にもうそのまんまね、お菓子食べたりするともしかすると感染するかもしれない。だから今急速にそのキャッシュレスがね、進んできてるなと思います。例えばPayPayとかね、あれすごい簡単、別に案件じゃないよ。結構気軽にね、できるっていうことで、PayPayとか LINEPay とかね、そこら辺すごい周りでも増えてるイメージですね。なんか本当現金持たなくてもいいから、基本的に楽だから、もっともっと増えていってほしいなと思うし、コンビニのトイレ禁止とか、なんか本当全体がね、変わってきてるイメージあるよね。というわけでですね、今後少しずつ、外での動画撮影はね、していこうと思うけども、リスクを最小限ということで、基本的に自分一人だし、できる範囲でのことをやっていこうかなと考えてます。ほんで経済対策もね、まず自分の身の周りの人から、少しずつ打ち出していって、
まあ最終的にはね、もう自分の県だけ全国が元気になればいいなっていうのはもちろんあるんですけど、まずはね、あの自分の周りの友達、そして自分が住んでるね、あの福井県が元気になればいいなと思いますので、少しずつ頑張っていこうかなと思います。またね、あの収束したら、あの福井県でいつかねイベントやりたいなと思いますのでね、いつかですよ本当に。3連続カズさんの個人イベントなくなってしまってね、ほんで今回使おうとしてたイベントホールとかもね、実は立て壊しがあるんですよ。ホテルが建ったりとかでね、もう使えなくなってしまいましたけども、いつかやりますので、また皆様よろしくお願いいたします。というわけで本日はですね、今後の動画についてでございました。バイバイ。